まずはメンバーチェンジが一つありますか。クルーズ・ラスカル・ジェスターですね、ジャングラー犬選手、もともと皆さんご存知かもしれませんけれども、ランページのジャングラー、元ジャングラーですね、ミラビスというサモナーメンネーム、一応プレイはされてましたね。今回からは犬選手と、やっていきたいと思いますけども、一つジャングラー変わりましたね。そうですね、これがどういったチーム、どういった影響をチームに与えるのか、ジャングラーが変わるだけでチームのキャラクターといったものがガラッと変わることもありえますからね。ここまでラスカル・ジェスターはちょっと面白いピックを続けていて、あと一歩といったところまで、試合に迫っていることが多かったですが、そのあと一歩を埋めるのか、もしくは手堅いチームに生まれ変わるのか、ここ非常に楽しみですね。さあブルーサイド画面左側イモータル77、パープルサイド画面右側クルーズ・ラスカル・ジェスターになっておりますけれども、番の方がリベンは番なんですね。コグコグ選手かなり警戒されてますね。リベンかなり警戒されてますね。いやー、仕方がないのかなという感じがしますね。コグコグ選手のリベンはチームをキャリーするポテンシャルを持ったチャンピオンですからね。さあそしてライズ・カリスター、シビル・グラガス・アリスターと来てますけれども、一つ僕注目したいのが、アパメン選手がずっとフェイカー選手のチャンピオンを取ってるんで、今週はマスターイが見れるんじゃないかなっていう期待があるんですけれども、皆さんも見たいんじゃないかな、ミッドマスターイ、期待しましょう。暴れてましたけどね。どうですかね。まあどうですかね、最後まで分かりませんからね。ファーストピックレクサイということですね。やはりライズ・カリスタは互いにバンしていきますね。確実に。そしてアリスターも必ずバンされてますね。特徴的なのは梅木選手がシビルエンゲージのところで一つチーム、強力な要素になっていたシビルをラスカリスタが潰したことも興味深いですね。さあそしてルル・ルシアンと取りましたけれども、ルルの強み役割というのは、今どのレーンに行くかこの段階ではまだ分からないですが、トップミッドサポート、昨シーズンのセブンセブンでやったジャングルというのもありましたが、やはりサポート序盤から敵に圧力を与えつつ、中盤以降はチームの AD キャリーを分かってる。いや分かってらっしゃるアパメン選手。そうなんです、ピックしてほしいんです。いやだから僕の感情なんであんまり言っちゃうとあれなんですけども、いや分かってますね、見せますね。サムナースペルもちなみにね、ちょっと見えてないかもしれないです、僕の画面だとちょっと見えてるんであれなんですけどね、面白いような私は撮ってますけどね。そして、ランブルでしたね、残念ながらまだ分からないですが、はい、ランブル、そしてヌヌでロックインしましたね。ランブル、ヌヌ、ここルルとヌヌというチャンピオン、サポートタイプの、ルルがどのレーンに行くかわからないですが、ヌヌがジャングラーとして、そしてこれは AD キャリーのルシアン、そしてリッピー選手をフォローアップするような構成になっていると言えると思いますね。かなり、リッピー選手の集団戦のダメージを伸ばそうと、そしてゾーニング相手からしっかりとゾーニングしてダメージを出すような環境を作り出そうというような狙いがあると思いますね。そしてイモータル77ノーチラス、そしてビクターと、さらにコウキ、ヘカリムと来てますけれども、いやビクターやはりかなりピックされますね。やはりレーニングのところ非常に強いですし、ダメージ集団戦のところのダメージも期待できますからね。これは今非常に強いチャンピオンだと言えると思いますね。あとノーチラス一つ取りましたが、狙いとしてはウルトを敵のキャリーに当てて、敵のキャリーの動きを阻害して集団戦のところをピックアップをする、もしくはゾーンアウトする波を出すような環境から遠ざけるというような狙いがあると思いますね。あとはロームのところでフックからの、CC チェインで、敵を倒していくというのも狙いだと言えると思いますね。あと後期やはりメロメロン選手が使うようになってから見るようになりましたね。見るようになりましたね。ここシビルをバーンされて何をピックするのか一つ期待だったんですが、おっとバルス、おお、バルスミットですか。ルルはサポートですね。バルス
これで2週連続になりますかね。そうなりますね。そして先週のところバルスの説明のところで、はいはい、Q のダメージが減衰する減衰しないと僕申し上げたんですが、実は減衰するんですね。僕間違えてました。申し訳ないです、はい。チャンピオン、ユニットに当たることに減衰していて最大 33% 減衰するというような Q の性能になってますね。申し訳ないです。ああ、なるほど、まあ、減衰すると、うんペナルティーということですね。申し訳ない、はい、さあ、まあ、チャンピオンピック出揃いましたけどもね、一つ注目なのはランブルとしての役割、ランブルというチャンピオンの後強みっていうのは、ランブルはやはりウルトが集団戦のところ非常に強力ですよね。長距離そしてスローフィールド AOE ダメージといったところがかなり強力ですね。ですから後方に例えばビクターがブリンクないですからビクターに当たるような形を置いてビクターを集団戦のところに参加させないようなゾーンアウトさせるような狙いがあると思いますね。あとは突っ込んできたところ、例えばバルツ、ルシアンをカバーするためにウルトを打つといったところも狙いとしてはあると思いますね。主にはじゃあもう守るというかゾーニングという意味ですね。そういう狙いがあると思いますね。あとはやはりチームにマジックダメージを供給するというような狙いがあると思いますね。ああ、はい、バルスもルシアンも AD ダメージですからね。ここで、トッププレーンのところでマジックダメージを供給することによって相手にこう防具のところの選択を複雑化させるという狙いがあると思いますね。さあ、それではここで皆様より投票いただいております、勝利予想見てみたいと思いますけど、このようになっております。おお、63%、37% ということで、若干イモータルセブンスヘブンが有利と。あ、3位にはつけていますが、それはペナルティポイントの影響で実際は3勝1敗のところで1位に並んでいましたからね。そういったところの順位の今までの成績もあってセブンスヘブン側の方が有利かっただろうというような予想になっているということだと思いますね。イモータルセブンスヘブンとしては1位 の、 その順位を狙うためにはここは一つ負けられないですからね。負けられないですね。そしてクルーズ・ラスカル・デスタもここを勝てば一気に順位が上がるということで、どちらのチームもまあ負けられないわけですけれども、改めてチームコンプ見て何がお互いチームとして狙いですか。セブンセブンはやはり集団戦のところエンゲージが非常に強力な構成になってますよね。ヘカリムのウルト、そしてレクサイのブリンクイン、ノーチラスもフックやウルトでエンゲージができますよね。ここの集団戦のエンゲージ、さらにはまあピックアップ単体ダメージといったところも比較的、強力なのかなと言えると思いますね。やはりこう、そして後期がいることから中盤のところの集団戦非常に強力な構成になってますね。一方のラスカルジェスターはバルスがいるということもありますから、かなりポーク寄りの構成になっていると言えると思いますね。バルスのポーク、あとはまあ回転率は落ちましたがルシアンのウルトによるポークで敵のヘルスを削ってといったところが狙いになってくると思いますね。ちなみにマッチアップ的にどうなんですかね、このボットレーンの対決ちょっと異色かななんて思いますけど、このノーチラス VS ルルだとルルの方が比較的優位に立ちやすいマッチアップだと言えると思いますね。さらにはルシアンもレーニングのところ非常に強いですから、ですからラスカルジェスター側の方がボットレーンの2対2のマッチアップは優に運べるのではないかというような予想ができますね。おお、なるほど、なるほど。ボットレーンではクルーズラスカルジェスター側が有利なのではということですけれども、ね、それほどまでに、まあ、ルール一つ注意ということですか。そう言えると思いますね。さあ、マッチアップですね、見ていきましょう。このトップレーンのマッチアップだとランブル側の方が有利と言われてますが、ただエビ選手レーニング非常に強力ですからね。先週もかなり活躍しましたからね。チャンピオンの性能差をひっくり返すだけのポテンシャルを持ったプレイヤーですから、ちょっとここトップレーン注目したいですね。そしてエクサイが序盤から強くを与えていくのか、この犬選手が使うヌヌがコントロールしていくのか、そこの対決になってくると思いますね。さあ、そしてミッドレーン、ここはやはりバルスの方が射程の面で非常に有利ですから、ミッドレーンはバルスが主導権を握っていくと思いますが、レプサイがどういった圧力を与えていくかでミッドレーンに変わってくるんですよね。そしてボットレーンのこの2対2のマッチアップでは、先ほど言ったようにラスカルジェスター側の方が一つ優位が取りやすいのではないかというふうに思いますね。そのキーになるのがこのサポートレーン。はい、そうですね。このノーチラス VS ルルでルルが有利を取りやすいと言えると思いますが、そして最近のバフで序盤からスキルを使いやすくなりましたね。さあ、始まりましたリーグオブレジェンドジャパンリーグ2015シーズン2ラウンド5第2試合、イモータルセブンスヘブン VS クルーズラスカルジェスターの試合見ていきましょう。さあ、
ブルースサイド妹のセブンセブン、パープルサイドクルーズラスカルチェスターとなっております。ここで最初のアイテムで注目したいのはヘカリムがポーションを買ってないことですね。これポーション買ってないことはつまり、ジャングルクリープを買ってレベル2になってからベースに戻って買い物してトップレーンにテレポートするというような動きが予想されますね。これだと何が変わるんですか？これポーション買わないことによって靴を買うことができる、ブーツを買った上でさらにポーションも買うというような買い物が可能になるんですよね。つまりレベル2のアドバンテージだけでなくアイテムのところでも一つアドバンテージを取りに行けるというようなところが特徴ですね。さあそのアイテムの有利を一つ作っていこうというエビス選手ですが、ウルフから始め、ヘカリムは、あ、エビ選手はウルフからスタートするみたいですね。あとアポメン選手が、あ、ポーション1つ多く買うために青ポーション今1個追加で買いましたか。ミッドレーンのところでフラスクを買っていくことからも分かるようにスキルをたくさん回してドミネートしていくというのが狙いだと思いますね。さあそしてワードには映ってますが、犬選手はグロンプスタート、サン選手はネットバフスタート、そしてエビ選手はレイスを食べるという形。広告選手は特に無理をせずにラストヒットを取るというスタンスですね。さあボットレーンまず一つ見ていきましょうか。プッシュかなりしてますか。これはレベル2先行をかなり狙ったレーニングを見せてますね。ただここで一つ気をつけなきゃ、あ、ただレクサイはボットへのガンクといったものはしないようですね。ここを押しすぎてしまうと、サン選手ボットレーンのこのガンクといったものが先週行われてましたから、先々週でしたか、先週でしたか、アペック戦で見せてましたから、ね、そこは一つ気をつけなければならないところでしたが、ここはなんとかなりそうですね。そうですね、もうプレーバックに行っているのはサン選手、そしてイヌ選手はプレーバックという形です。おっとルートがちょっと面白いですか。そのままスカットラーボットレーンのコントロールにかなり力を注ぐというようなことが言えるかもしれないですね。そのままミッドレーンやワード置きましたが映っているか、映っているか、いや犬選手が対応している。ここで 2v2 の集団戦、アパメン選手はフラッシュを切る形、3は潜って潜って逃げることに成功。フラッシュを落としたということを考える、そしてゴーストも落としてますからね、ラスカルジェスター側の方が、負けてしまったというようなガンクというと思いますね。ヘブンとしてはミッドレーンのガンク成功させましたね。さあ一気に有利になったのはミッドレーンアルビンゴ。ちなみにアルビンゴ選手はあの先週会津の目に出てくださったんですけれども、静かな選手なのかなと思って聞いたところですね、試合中はかなり声を出すプレイヤーだと。さらにはそれ以上にサン選手が声を出すというようなことも聞きましたね、はい、僕はサン選手はかなり声を出すプレイヤーだということですね。燃える闘志がそこに出るんでしょうね。さあボットレーンリールベル選手少しヘルスの有利を取られましたか。最近コインかなりバフ来ましたけれども、特にコインスタートはせずにレリックとエッジということですが、やはりその戦う上で重要なヘルスであったり AD であったり AP といったそういったステータスが全く上がらないですからね、コインは。あ、そういったところもあってこうレーニングをする上で受け身にならざるを得ない、つまりボットへの主導権を相手に渡してしまうようなレーニングをせざるを得ないですから、それはかなり不利になりますからね。それを嫌ってコインスタートといったものはされてないと言えると思いますね。さあトップレーンに入っているのは N 選手、ミッドにずっと待っているのはサン選手です。サン選手かなりアパメン選手警戒してますね。ここはしかもフラッシュを落としているといったこともあって狙いどころでもありますからね。それを考えた上でのミッドのカンプといえると思いますね。さあコウ選手うまくゲートしましたが、いや、やはりエビ選手は決まらない、決まらないですね。うまく読んでますか。おっとこれはちょっと面白い形ですね。リコールしたと見せかけたような動きを一つしてましたが、あ、体だただ出しましたね。さ
さあとにかくガンクガンクガンク、イネ選手動き回る形をとってますね。うまく合わせそうですか。3はこれ完全に読み切ってますね。体を出してスローをつきましたが打ち上げが決まっているぞ。うん、互いに硬い。互いにここまでそのヌヌがガンクを狙って動くというのはなかなか珍しいですね。このチャンピオンはカウンタージャングルであったり、まあ、早期に帰って、サイトストーンを買ってワーディングといったところでチームに貢献するようなチャンピオンなんですが、かなり敵に圧力を与えるような動きを見せてますね。ここも即座にレイスバフを取ってワードを除去しましたね。まだリコールしてないんですよね。全くリコール見せてない。そして放射も使ってないんですよね。あのクッキー3つ余ってるんですよ。これはマスタリー少し面白い形で振ってますか。そうですね、3つ買ってるということを考えると、まあ、21とまではいかないまでもユーティリティにある程度9以上の、ポイントを振ってるというようなビルドになっていると思いますね。そしてすぐサイドストーンを買いましたね。ユーティリティに振るっていうのは何かこう狙いがあるんですか。そうですね、まあ、コンバ、戦う上でのステータスといったところはなかなか上がらないんですが、マップのコントロールといったところ、例えばこういった形でポーションを多く変えるというようなことを生かしてジャングリングのところ、さあフックから決めてうまくダメージを出していくナイト、ポリモフからフラッシュアウトを選択しましたが、無益ダブルで追撃やフラッシュイン、イグナイトは打ちましたがマズバル取っていくな、無益ナイスコンビネーション、クロックデイ&無益素晴らしい立ち回り、有利なレーンを一気に、あ、不利なレーンを一気に有利に運びましたね。これは見事ですね。一つ気になっていたのがリール選手が青ポーション買ったにもかかわらず一点も今まで使ってなかった、つまりスキルを全然回転させてなかったというのが一つ気になりますね。あまり積極的なレーニングをここまでしなかった。そして今まではずっとサマナスペルの選択がイグゾーストだったんですが、今回はイグナイトだった、こういったところもあってちょっと今までとは違うレーニングといったところで、意識を変えてしまってレーニングうまく進められなかったのかもしれないですね。確かに今までちょっとエグゾーストでしたもんね。こうマナーかなり余らせてますからね、この段階で。ああ、確かにちょっとイグナイトを持ってるんであれば、もっとしかも青ポーション持ってるんであればもっと積極的にマナーを使うようなレーニングをしてもよかったとは言うと思いますが、いやー、クロックデイ選手強気だぞ。アッパーメンポーク仕掛けるが寄りが早いもんだぞ。ウルトを切りましたか。コココ選手ファームに切りましたね。さあそしてブルーバフに入っていっているぞ。うまく渡したがこれ読んでますね、位置を見てますよ。いやー、それを知るために犬選手見事スマイトバフ使いましたね。ここの判断素晴らしいですね。これ追尾してくれるんですよね。追尾してくれるんですね。それを生かして見事な判断ですね。さあそしてイモータル77としてはもう仕掛けたい思いがいっぱいありましたかね。ボットレーンのワーディング凄まじいことになってますね。ここ読んでますか。あ強いですね、このウルフの、このウルフのスマイトバフうまく活かせてますね、ラスカルジェスターは。さあこれで無理と判断、一度バックしたのはサン選手。さあレベル5 vs レベル5ということですが、これは狙ってますか。狙ってますね、ワードが置かれてますからね。さあこちらのイモータル77の視界です。取りますか。とどうなった、取った、スマイトで取りました。ヌヌらしい動きを見せてくれましたね。犬スティール成功。この時間帯ミッドレーナーがバフを持ってないというのは結構手痛いですからね。そして、しっかりとサマナスペルクルダン、アパメン選手上がってますから、ヌヌがこのままミッドレーナーのところの圧力と、もしくは視界を得続けることができればバルスがここからレーニング優位に進められるという、そういうようなレーニングになるかもしれないですね。おリプレー、Q
来ますね。ここのワードにギリギリ映ってるんですよね。いや見事なスティールですね。見事ですね。ヌヌらしい動きでしたね。まあ、こういったプレーがやっぱりヌヌらしいと。そうですね、まあ、ヌヌの特徴と言えると思いますね。さあそして徐々に入っていってはいますが、ピンクワードやはりかなり残ってるんですよね。そしてピンクワードウルトを切りましたが、こちらアパモネ選手ピンクワードを築きましたね。今地味に後期がウルトでスカトラをスティールしましたね。あ、本当ですか。画面にはちょっと映っていませんでしたが、さあそしてアパモネ選手ウルトを切った、ゴーストも切っている、フラッシュアウトまで選択した。さらにフラッシュインアルビンゴ追撃、Q は当たっているがダメージがギリギリ足りない。そして犬がうまくディスエンゲージ、ウルトで時間を稼いだ。いやフラッシュイン、おお、クロックで拾っていく。寄りの速さが凄まじい。そしてボットレーンでは無益選手一人でレーニング華麗にいなしてますね。リールベルト選手何も動くことはできず、そのままドラゴンにつなげます。今のところ非常にラスカジェスターとしてはもったいないですね。味方がカバー入ってない状況で、あれだけレイクサイが強力なボットレーンの主導権もセブンセブンが握っている状態で、ソロでピンクワードをデワードしようとしてしまった、ブリンクのないバルトラをデワードしようとしてしまった、そこをしっかりとセブンセブンは突きましたね。ただクレイ選手見事というんですか、殺意素晴らしかったですね。絶対やるという絶対倒そうというような意識が持ってましたね。もちろん今ミッドレーンをあるバルスを倒したことによってドラゴンまでつなげられたことを考えると非常にいい判断だと言えると思いますね。あとはブルーバフも落ちてはいたんですね。ブルーバフはさあいいダメージがただ入っていきますよ。さあここから一つ注目したいところどこかありますか。ここまでのところレクサイ、そしてこのノーチアス、ジャムラサポートの圧力ですよね。これをうまく生かしてセブンセブンは試合のコントロールを握りつつあると言えます。この2人がこの後どう展開させていくのか、ミッドレーンのバランスといったものは一つブリングのない今のところフラッシュ使ったことが分かってますから狙い目だと思うんですが、ここを3つ狙っていくのかどうか一つ気になりますね。すごいピン出てますが、これイモータルセブンセブン完全に読んでますか動き。さあサンが待機、ここにはリルベルト一度寄りますがいけない。さあ囲んではいるんですが、ああ戻りますね。レーニングにそこに行くような動き、ワードには移りました。ブルーバフを取りに行きますか。さあ集団戦が少し起きそうですか。ただいや、イモダルセブンセブン非常に速いぞ。アルビンゴ火力が凄まじい。あっ、よー、アパーメン取った。ブルーバフは俺たちのもの、いやブルーバフはクルーズラスカルチェスターのものとそういうプレーですか。あっと、ただバースト無益非常に出るぞ。スカットラーは上げてもブルーバフは上げないもんねっていうそういうことかもしれないですね。そして後期のバーストがこの段階シェーンとフェージが揃った、そして靴がソーサーシューズになったということもあって凄まじいバースト出してますね。ラスカジェスターはボットレーンかなり苦しい形になってますね。待ってますね。あ、ただリコールしましたね。したという判断になったんですね。このままタワーの CG ボットタワー掘るところまでつなげられそうですかね。はい、折れますね。あ、折れますね。さあ折り切る判断ですね。折り切りました。さあそして行ってますね。さあブルーバフ取りに行くのか、それともトップレーンエビ選手を狙うような動き少ししてますか。リールベルト選手もスタンバイしてますが見えてますね。ワードに今映ってましたね。エビ選手それを分かっている。サン選手もそれに対応している。さあ一気に3人4人と圧力をかけてきますが、イモータルセブンセブン非常に寄りが早い状態。タワーダイブは選択しないのはクルーズランスカルテンスター。
ここにありましたね、ワード。これまたエビ選手でしょうね。ここにワードを置くのは前回、エペクトの試合だったと思いますが、そこでもこのワードを置いてましたから、もう徹底してると言えると思いますね。ラスカルジェスターとしてはボットのファーストターを渡す代わりにトップのファーストターを取りたかったところなんですが、セブンセブンの方がちょっと上回ってましたね。見事なセブンセブンの動きだと言えると思いますね。おっと TP トップにムエキ選手を送り込んだイモータルセブンセブン、ここで一つ仕掛けてきました。この意図というのは、ボットレーンのところヘッカリムであればルシアに対して 1v1 のところが可能である。それを生かしてトップのランブルのところに圧力をかけることにタワーを取りに行くような、トップのファーストタワーを狙いに行くような動きですよね。ただ長居してしまうとドラゴンのコントロールを失ってしまってドラゴンを明け渡すような形になるので、そこは一つ気をつけなければならないですが、あ、ただリキピー選手もトップに向かいますか。それを受ける形なのがクルーズ・ラスカル・ジェスターですね。タワーは渡したくないということでしょうね。ここで一つ判断としてはドラゴンを取りに行くというようなこともラスカル・ジェスターあるとは思うんですよね。トップのファーストターを渡してドラゴンと交換するような形、ただそれを嫌がったということは相手にグローバルゴールドを渡したくないということですよね。この時間帯から、まあ、後期がトリニティフォース完成しました。非常に安く、セブンセブン強い時間帯ですからね。さらにグローバルゴールドゴールドを与えてしまうとより辛い立場に立たされるというようなことが考えているのかもしれないですね。このタイミングではお金を渡さず、ただドラゴン戦はもうあくまで捨てるという形ですか。そうだと思いますね。この時間帯当たってしまうとセブンセブンカーの方が非常に有利だというと思いますからね。育っていますし、エカリムもいますし、コウキもいますからね。かなりこの時間帯パースファイクを迎えているチャンピオンでチャンピオンいるということもあって、セブンセブンカーの方が中間戦非常に有利というと思いますね。さあ当たりに行っているとここでエビ選手かなりヘルスが削れた、いいダメージが出ている。さあその影響で一気に視界の有利を取りに行くのはクルーズラスカルジェスター。セブンセブンとしてはやはり攻撃がいるときに当たりたいですよね。ラスカルジェスターとしては攻撃をいかに除外するかが鍵になってくると思いますね。さあその攻撃を使うミエキ選手に投稿仕掛けていくのはパンメン、囲い込むような形を作ってますね、セブンセブン。さあ挟んでますね、エビ選手下から、うん、そして上からと。あ、ただこれ即座に察知して下がる判断、お、無理はしないと、方向するんだと、そんな意思が見て取れる。そしてそれを見た瞬間にすぐさまエビ選手はボットレーンのクリアをしましたか。さあワードはいくらでもあるんだと。ミッドはビクターと攻撃にウェーブクリアを任せてボットレーンをスプリットプッシュすることによってセカンドタワーを取りに行こうという判断ですね。さあミッド、いやウェーブクリア早いですね、イモータルセブンクリア。ビクターはすでにEを進化させてますからね。さらには攻撃も加わるということもあって、イモータルセブンセブンウェーブクリア非常に強いですね。これを生かしてボットセカンドタワーを取りに行くという判断は非常に、素晴らしいと言えると思いますね。さあそろそろマナがなくなりつつある。そしてエビ選手ここでスタンバイ見えてます。こちらイモータルセブンセブンの視界、さあ取りに行きたいところですが、ブルーバフをゲットしたのはパーメン選手。この揺さぶりはイモータルセブンセブンにとってはこう狙い通り、どうですかね。攻撃が非常に強い時間帯っていうことを考えると、まあ、狙い通りなのかもしれないですが、ちょっともったいないと言えると思いますね。攻撃は、まあ、ここから25分を境に徐々にパースパイプというものを落としていくようなチャンピオンですからね。どちらかというと当たりたい、うん、当たった方がセブンセブンとしては有利を作りやすいと言えると思いますね。ただセブンセブンというチームかなり、コーラーの性格の影響なのか、ディフェンシブというか安全な策を取るようなチームになりましたからね。そこが一つ影響しているかもしれないですね。さあここはドラゴンを選択せず、そしてトップレーンのウェーブがかなりクルーズ・ラスカル・ジェスターチーム側に有利に
傾きました。これを見てドラゴンの視界を確保、そのまま開始。さあそしてミッドでは互いにポーク合戦。いやー、避けていくのは無益、きっちり避けている。そしてこのドラゴンどうなる、スティールを狙いに行ったぞ。さあどうする、取ったのはコグコグ。さあ TP で入ってくる、ホームガードは発動していない。エビ誰を狙いに行くのか、クルズラスカルジェスタは一生懸命逃げる。さあ無益のロケットウルトが1回2回と当たりますが、ここはキルにまではつながりません。セブンセブンとしてはドラゴンを渡した代わりにミッドのファーストダウンはこれは必ず取りたいでしょうね。それをミッドに寄らせないためのこのクロックデー選手の動き、見事だと思いますね。こういった動きをすることによって安全に CG が可能でしたね。さあいい動きを見せていったのはクロックデー選手と、そのままレッドバフのスティールまでつなげますね。さらにはそのままの流れるようにトップタワーを狙いに行く。これに対してラスカルジェスターとしてはちょっと後手後手になってしまってますね。ドラゴンを取ることに対して払ったコストが今までのところちょっと大きいのかなと。このままトップのセカンド、あ、ファーストタワーを取られてしまったらかなり手痛い交換になったと言えると思いますが、あ、航空選手は見事な判断で、ウルトを使ってウェーブをクリアしましたね。この判断は非常にいいと思いますね。最低限これでこの動きによって最低限のドラゴンとミッドファーストタワーの交換というような形を抑えられましたからね。ランブルのウルトをこうミニオンに使っていいシーンというのはなかなか難しいというか、判断非常に難しいと言えると思いますね。どう判断する、その後の展開で集団戦が起きそうにないか、このような重要なオブジェクトを守るためか、積極的に使うというよりも守るために、ウルトを使うというような感じになると思いますね。おっとこれトップレーンに圧力かけてますけど、アルビンゴ選手完全にフリーなんですよね。さあトップタワー取ったのはイモータルセブンセブン、ただアルビンゴ選手一気に削っていく。ボットレーンではエビ選手が狙いの動き、セブンセブンとしてはセカンドタワー削ることはできましたが、削り切るというところまで行ってないので、この交換でラスカージェスターがうまく対処したと言えると思いますが、ただ視界をしっかりとセブンセブン側が取ってるんですよね。これは結構大きいと言えると思いますね。マップのコントロールはセブンセブン側に移りつつありますから、このマップのコントロールを生かしてセブンセブンとしてはオブジェクトにつなげるような動き、もしくはエンゲージといったものをしたいですね。ボットサイドを視界を取ってて、そちらにかなり寄ってますからね、イモータルセブンセブン。それに対してクルーズ・ラスカルジェスタはトップサイド側にかなりワードを置いている印象がありますね。ただしラスカルジェスタはトップサイドにワードを置いたとしても、こうスプリットプッシュをするようなチャンピオンがいないんですよね。一方セブンセブンはヘカリムという強力なスプリットプッシャーがいますね。そしてヘカリムが押すボットレーンのところのディープワードを置いている。このところチームの強さ構成、そして今現状の相手との関係性をうまく考えてワードを置けてますね。さあそしてトップサイドへ揺さぶってから入りに行くという形。ちょっと個人金額を見てみましょう。このようになってますね。現在一番金額を稼いでいるのはアルビンゴ選手ですか。7900ゴールド現在突破している形。対面のアパメン選手とは約1000ゴールド差が離れてますね。約3キル分。ここまでアルビンゴ選手がアパメン選手のポークを食らってヒルズを削られ切るといったシーンが全くないのは本当に素晴らしいなという感じがしますね。このマッチアップだとバルスの Q に当たってしまってヒルズが削られて帰らざるを得ないというような状況を何度も何度も作られてしまうというのがよく見る光景なんですが、見事に避け続けてますね。まあポークを食らわないっていうのは一つの技術なんでしょうけれども、それがきっちりすると。そしてここまたローテーションのところで先手を取って青バフを取っていく。でセブンはラスカジェスターを振り回すような形を作れてますね。コースト切ってますよ。これダブル敷いていいからウルトまで切ったが無理はしないですね。ミッドでもちょっとアクション起こってましたね。セブンセブンとしてはなんていうか仕掛けどこを探っているような感じですね。ちょっと有利を大きく広げるような動きまでにはできてないですね。じり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 とグローバルゴールドの差が、まあ、
広がることもなく縮まることもなくというような展開がここそうですね6分ほどずっと続いてますね。まあ、2000ゴールド差でずっと維持されてますからね。このままだと後期のパワースパイクはどうしても、まあ、買い物を見るとブレードオブザウィンドキングを買うようですから、まあ、もう少し長くはなると思いますが、レイトゲームのところではどうしても影響力といったものが下がってしまうというかことを考えると、セブンセブンとしてはここで有利を取っていきたいと言えると思いますが、さあエビ選手寄ってましたが追い返されましたね。さらにはビクターがまだ到達してなかったということもあってエンゲージ判断はできませんでしたね。見えてませんねリコールは。そしてトップのスプリットプッシュを選択しましたね。折れますか。さあ降りていったのはエビ選手、そしてミッドに圧力をかけていくのはクルーズラスカルでした。ただかなりウェーブクリアが早い、さらにはダメージも出していきますか。アバメ選手が使うバルスのヘルスを削れたというのは本当に大きいですね。今のところで、かなり、有利ヘルスの有利も作りましたし、トップのファーストタワーを折ったということもあってトップの有利テレポートの有利もありますからね。ここはドラゴンはセブンセブン側がかなり有利な状況で始められると言えると思いますね。おただ広告選手も TP 上がりましたね。さあもう始めてますねドラゴンは。それに気づいているのか気づいていないのか選択はしているが、ドラゴンを取ったのはイモータルセブンセブン。それに対してラスカジェスターが何かしらカウンターのような動きをできなかったというのもちょっと痛いですね。ドラゴンとミッドのファーストターを交換するであったり、今とかミッドのファーストターを守りに来るところを仕掛けていくような判断というのもできませんでした。ちょっと今のところラスカジェスターはもったいない判断になったのかなと。一方のセブンセブンとしてはここまでの流れ非常にいい形を作れましたね。今ミッドのファーストターを守りきってトップのファーストターを折ってヘルスの有利を作ったところでドラゴンにつなげると本当に見事なローテーションができますね。安定しているとかなり安定していると言えると思いますね。さあちょっと気になるのが、最初にキル確かに起きましたけれども、少しゲームがスローペースになってきてる展開じゃないですか。で現在まあ28分でドラゴンスタックは2と1ということで、金額差もまあ3000ゴールド、先ほどの2000だったんですけど一応横ばいで少しずつは開いている形で、ここまで来てこうレートゲームをやはり見据えると思うんですけれども、こう長いゲームですよね、40分ゲームでっていう部分になってきた時っていうのはどちらのチームが有利になってくるんですかね。そうですね、ラスカージェスターとしてもこのディスエンゲージ、ディスエンゲージといったところがこう整いきれてるわけではないんですよね。ルルもヌヌもゾーニングは得意ですが、イカリムやこのノーチアスのエンゲージに対してカウンターのような動きを取り切れるかというとちょっと難しいと言えるので、セブンセブン側の方が集団戦で当たった場合レートゲームになったとしても有利だとは思いますが、ランブルのウルトが綺麗に決まれば相手のキャリー陣をうまく封じることができればラスカージェスターが優位になるのかなというような形になっていると思いますね。スケールの面ではこのミッドレーンと AD キャリーはラスカージェスターの方が優位と言えると思いますね。さあキャリーを倒せればイモタルセブン、スケール的にはクルーズラスカージェスター、おわーいいダメージ出ますね。まだ出ますよ。もうお互いポーク勝負ということも分かってますか。睨み合いのところの前のところでこう視界を奪い合うために睨み合いをしているといったところが一つレベルの高さを示しているんですね。あとはビルド気になる点ありますか。ここのところエビ選手がまだアーマー、ようやく一つアーマー詰めてますね。フローズンハートに進めていく、そしてアパメン選手ラストウィスパーにラッシュしましたね。その後これはこのフェルスクリスタルは何にするのか一つ気になりますね。あブラッククリーバーですかね。おここ一つおテレポートを切りました。そしてエビ選手はリコールホームガード、 TP は使う気はない。これはちょっともったいなかったですが、ラスカージェスターとしてはその CG しているところにセブンセブン側が襲いかかってくるのではないかというようなことを考えて、あらかじめテレポートを使う判断をしたということだと思いますね。やはり 4V5 でいきなり当たった場合はもう不利だということを認識していると、そういうことだと思いますね。
どうしてもノーチラス、レクサイ、そして、まあ、ヘカリムがテレポートを使っていた場合はそのヘカリムのウルトといったところが脅威ですからね。ランブルのウルトで後方のアルビンゴ選手とムエキ選手をゾーニングしない限りはキャリー陣がズタズタにされてしまうというようなこともあって早めにテレポートを使う判断をしたということだと思いますね。さあまずはテレポートが一つサモナーズペルでは有利と不利が出ましたが、どのように仕掛けていくのかイモータル77。なかなかこう仕掛ける判断をしないですね。しないですね本当に。もう後期のパワースパイクが徐々に下がっていくというか落ちていくと、はい、ここはもうレイトゲームと言えると思いますから、この時間帯だと後期よりもルシアンの方が強いといったところでは上だと言えると思いますね。インフィニティ S にさらにシブまで購入できてますからね。一方の後期はトリニティフォースプロドクザウィンドキングと、さあグループアップしていますね。互いにクルーズラスカルでした。とにかく視界を見に行きたいと、バランの視界が欲しいという動き、そのままミッドに襲いかかりますか。ここはいい判断だというと思いますね。ここはヌヌがしっかりとトップサイドからの敵の動きをカットしているというのも見逃せないですね。素晴らしい動きですね。これでミッドのセカンドタワー割れることができればラスカルジェスター見事なローテーションというと思いますが、これドアフック届かない、レーザーでダメージ、そして後ろからエビタだ、イコライザーでうまくゾーニングできているが、やたらアパメを完全に狙っているのはエビー、フラッシュインウルトまで入った速6で、ただこちらでも中断戦が起きている。いきなりイモータルセブンセブン3キルゲット、生き残ったのはパメンのみ、4キルゲットですね。いやリキピー選手のみ、あリキピー選手のみですね。大変失礼しました。今パメン選手がちょっと逃げる方向を間違えたと言えると思いますね。チームから孤立するような形で逃げてしまった、そこを見事にセブンセブンつきましたね。ランブルのウルト、そしてバルスのウルト見事にはまったと言えると思うんですが、ただその逃げる方向が違ったことによってフォーカスが合わせることができなかったという形。CG のところを狙ってセブンセブン連携しましたね、はい、ここから北国選手とアパメ選手のウルト綺麗に決まってるんですが、見ている方向が決まってますね。あとこれアルビンゴ選手のダブルで3人止まりましたか。今止まったようにも見えましたが、ちょっと一瞬だったので非常に素晴らしいプレーを見せてましたね。そのままバロンバフを取って一気に有利になっていないモードです。さらにはドラゴンまでゲット、3スタック目です。クルーズラスカルデスター少し厳しい展開になってきましたが、今のところで有利を取られてしまってスプリットプッシュの可能なヘカリムがバロンバフを持ったということを考えるとかなり厳しいというと思いますね。その前までのところでもマップのコントロールといったところはなんとか返せてはいましたが、入られていましたからね。敵のジャン自身のジャングルのところにセブンセブンが何度も何度も入るような状況でした。それを考えるとラスカリスタは非常に辛いと言えると思いますね。セブンセブン側の方がかなり有利な形になったと言えると思いますね。さあ現在34分15秒というところですけれども、 52.5K タワー4本ゲットして6キル、ドラゴンスタック3稼いでるのはイモータルセブンセブン。対する、タワー2本、ドラゴンスタック1、グローバルゴールド 45K にそろそろなりますかね、稼いでるのがクルーズラスカルジェスですけどもね。さあもうヘカリム、エビ選手は止まりませんね。止められないでしょうね。ライフ減ってませんよ。あ、タンパーまでもらいに行きましたか。減ってませんねさあそこからどのように仕掛けていくのか。いや、ブルーバフの恨みは大きいですかねなるほど一回支配された後全部今のとこセブセブが取ってますかね。一度アパメン選手が9で、あ、そうですね、取りましたね。でそれ以降は常にセブセブン側が青バフのコントロール握ってますね。ただやはりセブンセブンはこうあまり無理をしないですね。
丁寧に丁寧に試合を運んでいきますね。ここもスプリッツリーマンプッシュ、あ、1対1の形を作れると思うんですね。トップにレクサイ、ボットにヘカリム、ミッドに3人を置くような形でマップのプレッシャーを作り出すようなこともできると思うんですが、無理はしないで今からするようですね。そういうことかもしれないですね。まあ、その前には、まあ、事前の準備として敵のジャングルにワードを置いて視界をコントロールした上でやらなければちょっとリスクがありますからね。そこをワード置いてからなのかもしれませんか。ボットサイドにはかなり置きましたね。今こちらイモータル77の視界になってますね。右下のミニマップで少し見ていきます。そしてこちらが、クルーズのアスカルジェスターの視界になってますね。今トップサイドにも入っていきましたね。クロックレイ選手がかなり視界を潰して、そしてトップサイドも視界を確保、トップミッドボット全てに視界を確保していくのはイモータル77。そして全てのレーンを押し上げてますね。まあ、これが狙いと言えると思いますね。さらにはバロンのバフ、あ、切れましたね。ラスカルジェスターとしてはうまく耐えたと言えると思います。77はそうですね、まあ、マップのコントロールを取れたし、セカンドタワーを全て折ったということも考えると悪くない成果だとは言えると思いますね。さあ金額差1万ゴールド差です。一つ1万ゴールドというのはなんというか、目安になりやすいゴールド差だとよく言われてますけどね。まあ、ここから逆転するのは非常に難しいですね。1万ゴールド差で、逆転したシーンはいくつかありますが、やはりそれでもなかなか少ないと言えると思いますね。ここから逆転するのはスカージェスター至難の技だと思いますし、なんといってもヘカリムがこれだけ育っているというそのエンゲージのところでアパメン選手とリキピー選手にかなり影響、プレッシャーを与えられるチャンピオンであるエビ選手、ヘカリムが育っているということもあって、ラスカジスタはかなり辛いと言えると思いますね。一方の77はこのヘカリムという圧力を生かしてマップのコントロールを取ってますし、集団戦の圧力も与えてますからね。うまく試合を展開させると言えると思いますね。いや、今犬選手うまくスマイトでゴーレム取りましたけど、ジャングル狩るクリープがないですね。ないですね。これだけ全てのレーンを押し上げられてジャングルに入り放題ですからね、セブンセブンは。そしてこのレフサイのスプリットプッシュを止めることもなかなか難しいと。さあ今度はレッドバフ、ゆっくりやってるように見えて、こうイモータル77はキャッチされないですよね。かなり、視界がない状態では無理な判断をしないですよね。こう視界が取れるまで押すのはやめて、視界が取れる、もしくは複数人敵のジャングルに入れるような状況になってから押し込んでいくというような形を徹底してますからね。それがラスカージェスターに隙を見せてない要因になっていると言えると思いますね。さあもう一度バロンバフを待つんでしょうか。一つその時がワンチャンスになりそうですか。ここのところ狙いになると思いますが、ただその際にエビ選手のテレポート、ヘカリムのテレポートが上がっているんですよね。ここをどう生かすかが77次のバロンのところの展開で影響しそうですね。さあ TP、 これホームガード TP するかどうか一つ見ものですけれども、奥にも置いてはいるんですね。こちら先にドラゴンを取ってからバロンという判断をしますかね。トップサイドに行くのはエビ選手、そしてドラゴンを取ろうという動きなのはイモータル77。徹底した相手のワードを潰しますね、77。まあ、もちろんラスカルジェスター犬選手も潰してはいるんですが、この差は 何で起きてるんですか、ワードの差。そうですね、やはりサイドレーンの圧力といったところもありますし、ミッドを押し込めて全てのレーンを押し上げることができているといったところがこのワードの差に生まれていると言えると思いますね。さあ押し上げて視界を取って圧力を作るという、ヘカリムがホームガード待ってますからね。まだ待ってますか。まだ行かなかったですね。おっとフラッシュインアパーメン、おお、ここはアルビンゴフラッシュ反応、
アパマネ選手隙を見逃さずに見事にピックアップ狙いに行きましたが、それへの反応もアルビーノ選手素晴らしかったですね。ゴーストとフラッシュこそ切りましたけれども、あれ捕まっていたらかなり、もしかしたら展開が大きく変わっていた可能性もある、アパメ選手の狙いだったと言えると思いますね。さあ、なんといってもバロン前ですからね、重要な重要な。ただ気になるのがあのドラゴンフォーススタックなんですよね。そうなんですよね、ファイブドラゴンといったところもありますからね。さらにはフォーススタックといったところはバロンを狩る上で結構影響しますからね。さあ、ブルーバフは取ってスティールしていくのはアルビンド。現在ゲーム時間41分というゲーム時間まで来ました。金額差は1万1000ゴールド差。トップレーンに大量のミニオンウェーブができてますね。キャノンミニオンが2体並んでますか。これはボットレーンはイモータルセブンス側、いやクルーズラスカルジスター側のビッグウェーブ処理しに行きましたね。ただしボットファーストターンまだ残ってるんですよね、セブンセブン。それを考えると、こう焦る必要もないのかなという感じがしますよね。そしてエビ選手テレポート残ってますからね。対応しに行きますね。さあ、そしてバロンへの圧力をかけているという状態ですが、おっ、ちょっとバロンには届かなかったですね。今当たってたようにも見えましたが、バロン反応を示さなかったですね。はい、いや、そしてこの2人のウェーブクリアというのは強力ですね。コウキ、そしてビクター、ああもうボットレーンタワーまで行こうという、そんなピンも出てますね。一度バロンから追い出す。エビ選手に行け行けと。さあ、ボットレーンかなりプッシュしている。対応するのはコグコグ。緊張の一瞬がそろそろ訪れそうですね。ここワンチャンスでもミスればどちらかのチームに転ぶ、そんなシーンになるでしょうか。これまたホームガードテレポート狙ってるんですかね。一旦ポリコース当たりに行くか、当たりに行けない。バロンをやってるのは気づいた。一気に入りに行くが、テレポートからのテレポート、お互いテレポート切った。ゴーストを使っているがリールベルトフラッシュだ。アパメウルトをミスった。クロックデイはここにウルトを打っている。後ろからエビーダブルキル持っていく。完璧に決まりました。そしてイコライザーを打ったが時すでに遅い。4キルゲットしたのはイモータルセブンセブン。強いですね。構成のところでヘカリムがしっかりと刺さっているといったのも生かしましたし、マップのコントロールのところでもセブンセブンはうまく生かしてエンゲージまで持ち込みましたね。バロンのコントロールのところで圧力を生かしておびき寄せるような形を作りましたね。さあ、丁寧にゲームを勝利したのはイモータルセブンスヘブンとなりました。いかがでしたか。いや、そのミッドのマッチアップのところでビクターがヘルスを削られずにレーンを維持したというアルビンゴ選手のプレーも見事でしたし、いや、レクサイ、そしてヘカリムの圧力、集団戦のところでのバックラインの圧力といったものを生かして、こうラスカルジェスターがまとまってシージをしたいところを、まあ、その圧力だけで返すような、そしてウェーブクリアも生かしてそれを跳ね返すような動きを見せました。セブンセブンは非常に安定した見事なゲームを見せてくれましたね。さあ、ちょっとダメージディール見たいと思いますけれどもね、このようになっております。